待ってろよ。窮屈さがなくなってきたな。でまた強くなれた。
けられる。
鬼ってさ、悪くて怖いと思ってるだろ。でも実際はそうでもないんだ。うん、鬼は鬼がなまったもので、見えないものを意味する。だから昔の人は災難や疫病なんかを目に見えない鬼のせいだと考えたんだろう。なんかかわいそうだね。で、どこで鬼を見たんだ。この辺りにバンダナをした犬がいてさ、きびだんごをやったら鬼を呼んでくれたんだ。犬にきびだんごか。まるで鬼退治の桃太郎みたいだね。バカバカしい、犬の家来なんかいらねえよ。まさか鬼より犬の方が怖いとか。は？そんなわけねえだろ。無理しなくていいのに。さあどうぞ。感謝しろよ。あ、どうぞ。感謝しろよ。これって…
配するな。死んじまうぞ。やばい、戻らなきゃ。まだどこかにいるはずだ。こんなもんか。Thank you.
なんだ？はい、あげる。よし、ひとまずこれで安心だな。さあ、どうぞ。感謝しろよ。よく触れるな。そんなすごいことじゃないと思うけど。こんなところにありやがった。森林公園だな。何をやってるのか知らないが、急いだ方が良さそうだ。ああ。森林公園は北にある。行けるところまで行ってみようか。
あんた何もしてないだろ。ほら、お腹減ってたのか？この子じゃないかな？バンダナしてるし。お前本当に鬼まで案内してくれるのか？こいつら、なんでこんなところに。アキト、この犬を守れ。終わりみたいだな。鬼を呼んでもらおうぜ。
もう大丈夫だよ。うわ、本当に鬼だ。襲われたのはお前の持つ力のせいだ。その力を俺たちに渡せばもう襲われることはないぞ。僕たちのことを信用してほしい。いけそうだ。はい、あげる。ピュー。お前、犬好きなのか？特別好きってわけじゃないけど、人並みには好きかもね。
もう大丈夫だよ。あいつの痕跡をあぶり出すんだ。あ、どこだ。よく探せ。
ったね。敵が増えたぞ。渋谷ラブハチだ。Thank you.
おとなしいやつだったろ。信じてもらえて嬉しいよ。ありがとう。者例が5万人を超えた。まるで何かのスポーツイベント並みだ。君への感謝の声はスタジアムに響き渡るぞ。力が湧いてくる。これであいつらを燃やしてやろうぜ。よし、行くぞ。順調だ。KK、あそこ。嫌がった。一旦もめぬやつめ。あいつはこっちを気にしていない。あとは動きが止まるまで全力で追いかけるんだ。よし、いいぞ、うまくやったな。
なかなか愛くるしいな。
妙なものがあるな。北に行くには霧を何とかしないと。どこかに鳥居があるはずだ。探すぞ。電話の音？奇妙だな。食わなきゃ。
食べるかな。よかった、食べた。トイレがどうしたの？公園のトイレにいつも人が入ってた。あのトイレが開いていたら、しかもずっとこの世のものとも思えない声がしてた。何かあるかもしれないね。悪霊かな。トイレかよ。気が進まねえ仕事だな。あの電話が鳴っているみたいだ。なるべく安くしてくれよ。無駄遣いするなよ。分かってるよ。狼が他人の体の中に収まってるのは大変だろ。え？ああ、ごめんなさい。あなたじゃないわ。あなたの中の彼に言ってるの。リンコか。お互いくたばり損なったみたいだな。相変わらず口が悪いな。でも無事でよかったわ。霧の発生源は戦国センタービルの奥にある。え？ずいぶん親切だな。お世辞はいいわ。急ぎなさい。気に食わねえな、リンコのやつ。こっちが拍子抜けするぐらいだ。親切なのがそんなにおかしいのか？おかしいぜ。すごく悔いを残したんだろうね。すみません、もう一つもらえませんか。お前、どんだけ紙を使う気だよ。まあまあ、悔いがなくなるまで使ってもらおうよ。
食べるかな。よかった、食べた。お前、犬好きなのか。特別好きってわけじゃないけど、人並みには好きかもね。さあ、どうぞ。感謝しろよ。あのままだったら死んでも死にきれないもんね。気持ちはわかるよ。最初に紙があるか確認しとけよ。たく。これでようやくトイレに行けますね。ということはお前も悔いはなくなったんじゃないか。終わったか。さっさと行くぞ。
うまくいったぞ。まだどこかにいるはずだ。No.
ここから狙えそう。いいぞ、その調子だ。なんだろうこれ。助けてくれ、病院が化け物だらけなんだ。逃げ出した時のモノローに戻れないんだ。何か変わったことはなかったか。
4階の病室に一人で残ってる女の子がいたよ。目の手術をしてから眠れなくなって、ずいぶん苦しみながら亡くなったそうだ。彼女の苦しみが汚れを生んだのかもな。放っておくわけにはいかねえな。確か病院の4階に女の子がいるんだよね。どうした？妹のことを考えているのか？ああ、それと自分の不甲斐なさだよ。美咲ちゃん、どうして眠れないの？私ね、目をもらう手術をしたんだけど、それから目をつぶると怖い女の人が出てくるの。角膜移植か。提供者が最後に見たものが見えてるのかもな。3階に開かずの扉があって、怖い女の人はそこから出てくるの。大丈夫、僕に任せて。角膜の提供者と開かずの扉か。3階のナースセンターに行けば何かわかるかも。
さっき話した女の子に関する情報があるかも。これって…この大和田っていう人が美咲ちゃんの角膜提供者なのかも。暗証番号は分かったし、開かずの扉を開いてみようぜ。開かずの扉ってのはこれだな。よし、開いたぞ。誰かいるのか？あなたの角膜が移植された少女も同じ女を見るんです。そんな、私の角膜のせいで、あの化け物さえ何とかできれば、その子をこの悪夢から救えるかもしれないのに。眠れないのに悪夢なんて。どの道やらなきゃ俺たちもここからは出られねえ。そうだね、その化け物を探そう。元の病棟に戻った？
あの化け物の影響もなくなったようだ。二人とも目をつぶってみな。怖いよ。もう大丈夫だよ。本当だ。よかった。私のせいで辛い思いをさせたね。おじさんのせいじゃないよ。目をくれてありがとう。そう言ってもらえると救われるよ。これもあなた方のおかげです。お兄ちゃん、ありがとう。これで安らかに眠れるな。病院全体の敷物が取れたようだね。これで病院に戻れるよ。ありがとう。見てくれよ。
こんだけ赤い桜が咲いてるだろう。本当だ、赤い桜なんて初めて見た。それにこんな時期に桜が咲くなんて。あの赤い桜も以前は普通の桜だったんだ。なのに年中赤い花を咲かせるようになって、それ以来他の桜は咲かなくなってしまった。俺の桜がどうしてこんなことに。おそらく血を吸って赤くなったんだろう。血？根元に死体でも埋まってるの？ああ、埋められた奴の怨念が桜を怪我してるんだ。払うまで他の桜は咲かないだろう。頼む、俺の桜を助けてやってくれないか。出てきたか。
よし、やったな。この桜を直すのは庭師には荷が重いな。桜の汚れを払うぞ。いい景色だな。久しぶりに俺の桜を見れたよ。綺麗な桜ですね。ああ、この桜だけは変わらず咲いていてほしいよ。桜を見せてくれてありがとう。無理だな。
いや、まだどこかにいる。ぶつけてやれ。先を急がなきゃ。なんだろこれ。食べ。慌てずに食べな。このビルだな。入り口を探すか。いるみたいだな。地道にやるしかねえな。
よく触れるな。普通だろ。これって…そうだ、もっと俺をうまく使え。これでまた強くなれた。
ダメだ、開かない。いいこと教えてやろうか。意外と空き巣は上の階が多いんだぜ。上か。あそこから入れそうだな。どこかに凛子がいるはずだ。とりあえず下に行くか。ドローカルの新聞社ってとこだな。もう大丈夫だよ。凛子たちと出会った事件だ。その時に仲間になったの？
ああ、俺が適合者だったからな。おそらくお前もお前の妹もだ。だから巻き込まれちまったんだよ。これ、凛子さんのことが書いてある。研究者とかだったらな。エドもそうだ。開ける方法はないかな。見ろ、コードがどこかに繋がっているぞ。これだな。閉まっているな。コードの先に操作盤があるはずだ。おい、新しい技教えてやろうか。今の状態なら覚えられるはずだぜ。こいつ、こんなところに。奥に部屋があったのか。
いつの間に。あそこに操作盤があるな。シャッターが開いたようだな。リンカは下の階にいる。行く方法を探そう。本当に霧の発生源があるのかな。リンカは俺と会う前から霧の調査をしていた。あいつなら何か知ってるかもしれない。何かあるってことだ。むしろ喜べよ。無茶言うな。エーテルに適合した体っていうのは他の人間には見えないものが見えるんだ。いわゆる原始ってやつだ。特にエーテルの力が強い場所であれば見てしまうもんなんだよ。
来たか。どうなっているんですか。あの鳥居はある一定のエーテル濃度で可視化する。この装置はエーテルの濃度を調整して可視化されないようにしているのよ。そうやってこっそりと霧をこの世に送り込んでいる。あなたたちが鳥居を浄化していくのを見て対策したようね。それならそいつをぶっ壊せばいい。そんなことをしたら調整されていたエーテルが一気に放出される。適合者でもただでは済まないぞ。調整しながら止めるしかない。おい、そんな場合じゃなくなったみてえだぞ。くそ、まるで待ち構えていたみたいだな。待ち構えていたから危険だろ。考えれば分かる。その死んでも変わらねえな。それはお互い様よ。喧嘩してる場合じゃない。まだ大丈夫、平気よ。油断するな。待ち構えていたみたいだな。待ち構えていたから当然なのだ。考えた。その意味か。死んでも終わらねえな。お互い様。喧嘩してる場合じゃない。平家、今はリンコさんを守らなきゃ。分かってやる。分かりました。Thank you.
来やがるな。こいつらを私に近づけないで。霧の発生源が可視化されるはずよ。おい、ここに敵がいるとなぜ言わなかった？この装置がある限り私たちはここに来ざるを得ない。それなら罠を用意しておけばいい。考えればわかることだ。だからあなたたちを呼んだ。それも考えればわかるって言いたいんだろう。こんなまでは二度とするな。ケケ、先を急がなきゃ。そうね、気をつけてね。あの、凛子さん、ありがとうございます。こちらこそ、守ってくれてありがとう。大人げないよ。ガキのくせに俺に説教するな。ならガキに説教させないでくれよ。ケケ、リンコさんと何があったんだ？あいつのせいで俺たちは失敗したんだ。今さら顔を出すのも気に食わねえ。これで一歩前進したはずだね。死にかけたんだ。それくらい当然だ。鳥居が見えるようになっているはずだ。探すぞ。光の
世界の礎だ。集合。なるべく安くしてくれよ。買い物の待ち時間。本当だろうな。まあ、見るのはただだし。食べるかな。よかった、食べた。あれだな。よし、行くぞ。よし、浄化しようぜ。考えればわかることか。皮肉はいい。閉じ込められる前にここから出よう。結界の要になっているものがあるはずだ。探せ。調子で行こうぜ。
停止しろ。結界の要の場所をあぶり出せ。機械が仕掛けられていたのかよ。出来すぎだぜ。そこだ。マジか。奴らだぜ。消えない。まだあるはずだ。結界は完成にどれくらいかかりそう？まだ大丈夫だ。結界を破ることに集中しろ。
つけろ。結界が完成に近づいている。よし、こいつで最後か。さっきから後手に回ってばかりだぜ。凛子さんを疑ってるのか。ああ、疑ってるぜ。凛子に何があったか知りたい。印の色が違う公衆電話を探せ。直接江戸に繋がる電話だ。それと使うにはテレホンカードが必要だ。それも探す必要があるな。これじゃない。印の色が違うものを探せ。こちらから連絡が取れるように特別な公衆電話を用意しておいたんだ。使うとは思わなかったけどな。なんでわざわざテレホンカードなんか必要なんだよ。江戸の趣味だ。本人に聞け。死に気づいてない。やれそうだ。
欲しいじゃねえか。印の色が違う。ああ、これだ。あとはテレホンカードか。商店街を探してみよう。順調だ。本当だろうな。まあ、見るのはただだし。無駄遣いするなよ。分かってるよ。